はい、どうもタクタクですね。ちょっとや、なんだっけこれ記憶少女パート3やっていきます。なんかね記憶少女を思い出そうとするとなんか地獄少女が思い出しちゃうんだよね。なんか似たようなタイトル、いや見たことはないんだけど、まあどうでもいいね。よし、やってこ。教科書などの本が並べられています。よく見ると理科の教科書のページの間に周期表の一部が挟まっています。持っていきます。周期表って何？周期表ってなんだ。机に蛍光ペンで何か書かれています。ん、なんかんだ、うん、いいや。はい、好き好き、もう無理。席替え弥生ちゃんの隣にならないかな。元やお兄ちゃん、あ、ちょっと妹がお兄ちゃんの痛いところを見せてしまった、残念だ。周期表の切れ端、ああ元素記号のね、これ覚え方があったんだよね昔ね。なんだっけ、なんか水兵リーベ僕の船みたいな。まあいいや。あ、ちょっともう一回、もう一回セーブしよう。うん。こまめにセーブしよう。いつ出てくるか分かんないから。セーブをするでも時間がさ、かかってしょうがない。おー、なんか光ってる。鍵があります。はい、どこの鍵だ。何も入っていません。何も入っていません。壁、何、血のついた包丁壁の中に。穏やかじゃねえな。すごくちょっと違和感のあるこの花瓶の置き方。うん、花が添えられています。なんか怪しい置き方だよな。炭酸の中には和服が入っています。うん、おお、びっくりした。なんでどこにでも日本人形があるんだよこの家。おかしくね。こっちには何も入ってない。もうマッチは加えてない。いや、もうやめてくれ。ちょっとじゃあもう一回戻ろう。セーブしよう、セーブ。なんか歩、ちょっと歩き方がね、なんか緊張感がない。ピューピュー歩いてるよね。よし、ここか。さっきあったよなピアノ。とりあえずちょっとピアノから。なんだっけ、なんだっけ、ちょっと待って、ちょっと戻るかい、わかんないって。死の音色、死の音色的な、なんかそんな。いや、メモっとけばよかった。死の音色違うな、なんか5文字だもんな。死の音色だもんな。抜けてる。死の音色、和だっけ、和だった気がするな。
あ、違う。え、何でしょう。なんだっけ。なんかなかったっけ。あ、違う。あれ。ちょっと戻ろう。どこだっけ。ここだ、確か。ここのゴミ箱だ。死のね、ん？死のないね、あ、死のない音色ね。何言ってるんだよ。死のない音色、死のない音色。死のない音色。こうやって子供がつぶやきながら買い物に行くと、あれなんだっけみたいなことってよくあるよね。死のないね、あれ違う、死のないね、い、あ違う、あ違う、違うか、え違う、なんでこんな音楽室があるんだ家に。積んだな、いきなりもストーブがあります。灯油は入っていないようです。あれおかしいな。死のない音色だったよね。音色合ってるな。この文字が入んないぞ。死のない音色、うん、で私のピアノは誰にも弾かせない。あのピアノは私が大好きだから私以外も弾けない。私との合言葉があるから。は？わかんねえよ。死のない音色、死のない音色、別の意味か。死のない、死のない音色ってなんだ。死のない音色、ちょっとバカすぎるな。これを読まない。死のないね、死だから、死がない、わからんな。関係ある？ないか。死のない音色になるもん。足りねえよ。うん、わからん。わかんないけど、次回までにちょっと解いてみよう。うん。ちょっとわかんないです。じゃあまた次回。